こんにちは、本日いただいたのは、日本人で良かったなと思うことというお話です。聖徳太子さんのおかげで、いわゆるお寺さんと神社仏閣っていうのが日本は共存している、二律並立の宗教観っていうのを持ってると思います。死んだ時はもちろんお寺さんですし、生きている時っていうか、私は実は神社の参道に住んでますので、そういった面では、神社と縁がありながら生きている人間かなというふうに思います。やっぱりお祭りとかになれば、神社に人が集まって、いろんな催し事をしたりしますし、そういった面では、日本人でよかったなと思うのは、そういったこう2つの宗教観というのが並立して生きていられる、キリスト教だったらありえないと思うんですけど、そういったところが、あるっていうのがいいかなというふうに思っています。本日は以上です。